揚げ出し、あ、違う、豆腐だから、え、あの次は揚げ出し豆腐でね、はいはい、ああ、あっちで、ええ、はい、これをいわゆるお豆腐油で、はい、油で揚げて、油、そうです、もうあのサラダとあのごまが、はい、もうまた後で言わなきゃいけないけど、スープは醤油、醤油、はい、目分量でやっていきます。それなめこですね。ねえ、なめこ。片栗粉をつけるだけですよ。お砂糖もね。わかんない。わかんないですか。ちょっとこういうあれで。多分出来上がってみたものを見ないと、あんになるんです。そうなんですね。これ本当は片栗も入れた方がいいんですけど。はいはいはい。もうこれで結構今ちょっと。なめこがなかったら片栗を入れたんですか。そう。じゃなかった。生姜ですね。生姜。もうこれで、あと水が。もうこれで。これで OK です。はい。